ヘルムート・レントは第二次世界大戦で活躍したドイツ空軍のパイロット。夜間戦闘におけるエースである。レントは110機の戦闘機を撃墜し、そのうち100人が夜間のものだった。これはエースの条件として求められる撃墜数。最終階級は大佐。ルター派の牧師である父のもとに生まれ、幼い頃はグライダー飛行に熱を上げていた。 父の望みを叶えることなく、1936年に、レントは、ドイツ空軍に入隊する。訓練を終えると、第76駆逐航空団、第1飛行大隊に所属し、BF-110 でウィングを務める。レントが主張するには、彼が初めて敵機を撃墜したのは、第二次世界大戦の初め、ポーランド進行中の北海上空だったという、ノルウェー作戦でも、 地上部隊を支援した。それから新たに創設された第一夜感戦闘航空谷へと移り、そこでもウィングとなる。1941年5月12日に初めて暗闇の中でスコアを上げた、とレントは言う。そして同年の8月30日には22機の撃墜に対して騎士鉄十字勲章を受けた。安定して伸びていくスコアは、 彼の定期的な昇格と叙勲につながった。1944年6月15日の夜、少佐となったレントは初めて野戦撃追数が100を超えるパイロットになったことを宣言した。その異業により7月31日、彼は再び騎士鉄十字勲章を受ける。その勲章には、白羊と剣がつき、ダイヤモンドが散りばめられていた。1944年10月5日、 レントは188 18に乗り、下上げからパーダーボルンの5キロ南にあるノルドボル編へ飛んでいた。定例飛行だった。着陸体制に入ると、エンジンの一つが停止し、機体は送電線に衝突した。4名の乗員全員が、瀕死の渋滞となる。3名が、事故後すぐに亡くなり、レントも2日後に息を引き取った。1944年10月7日のことだった。 ヘルムート・レントは1918年6月13日にドイツのピレネーで生まれた。先例名はヘルムート・ヨハン・ジークフリード・レント。ルター派の牧師であったヨハン・レントの御死である。ヘルムート・レントには二人の兄と二人の姉がいた。非常に経験なプロテスタントの家庭であった。父だけでなく二人の兄や祖父たちもまたルター派の牧師である。 1924年の復活祭から1928年の復活祭まで、レントは地元ピレネーの公立小学校に通う。父と長兄ベルナーはレントがランツベルクの公立中学校の入学試験に受かる、う家提供士をしていた。1933年2月、ヘルムートはヒトラーユーゲントの年少者向け株組織である、ユングフォルクへ入る。 1933年3月から彼は少年団のリーダーとして振る舞い、ユングフューラーとして旗持ち役を務める。1935年12月12日、17歳でレントは卒業試験に合格した。試験の準備をするため、ユングフォルクは辞めていた。翌年2月、国家労働法師団で8週間の法師義務を果たす。同年4月1日、 小尉候補生としてルフトバフヘに入隊する。それは彼の父が望んだことではなかった。彼の教練は1936年4月6日の航空士官学校に始まる。同月21日には国家社会主義者として中性先生を行う。飛行訓練が始まったのは7日である。彼が初めて空を飛んだ時に乗っていたのは副容器である。 ハインケル HE72、カデットだった。1936年9月15日、フォッケウルフ FW44、スティグリッツで彼は初めての単独飛行をした、とレントの日誌にはある。またこの時までに63回の飛行をしているとも書いている。飛行訓練と並行して生徒としてのレントは、オートバイや車の運転も学んだ。 その実習中に事故に巻き込まれ、上司にひどい怪我を負ってしまい、5ヶ月もの間空を飛ぶことができなくなった。しかしこのことは、彼の教練に悪影響を及ぼさなかった。1937年4月1日、追加試験が課されるという配慮がなされ、レントは二等見習い士官になることができた。同年10月19日、レントは飛行訓練を完了し、A、B ライセンスを受けた。 彼がその翼を得たのは1937年11月15日のことである。翌年2月には一等見習い士官に、同年3月には少位に昇格している。この時までに彼は8種類の飛行機で434回のフライトをこなしており、飛行時間は112時間と48分に上った。主に日中のフライトで単一エンジンの訓練機であった。 士官学校を出た後、ヘルムート・レントは、ドイツ北東部にある、銃爆撃機のパイロットのための学校へ配属される。偵察士として3ヶ月の訓練に身を置く。この過程を終了する直前に、レントは車に轢かれて、下顎を骨折し、脳震盪を及び打ち出血をした。1938年7月1日、レントは、第132戦闘航空団、リヒトホーフェンの、 第3飛行連隊に配属された。怪我から復帰して、再発のフライトは同月19日であった。9月の初め、レントの中隊はドレスデンに近いクローセンハインに再配置される。チェコスロバキア併合に備え、また、それを支援するためだった。1938年9月に、 彼の隊が再びランドルフに再配置されるまで、レントはこの騒乱の地で何度も警戒飛行を行った。ズデーテン地方の併合を経て緊張が緩和されると、レントの物体の機は BF-108 台風に切り替えられていった。1938年11月1日、第132戦闘航空団はフィルステンバルデに移され、第141戦闘航空団と改名された。 レントは第6中隊に所属した。翌年には、さらに第76駆逐航空団と故障が変わり、同時にチェコスロバキアのオロモーツに軍用飛行場が再配置された。また、BF-110 への再配備が行わる。レントが初めて同期で飛んだのは1939年6月7日である。レントは、オーバン空軍操縦士証明書を受け、C として知られるようになる。 それは、複数エンジンの航空機に熟達しているということが認められたということだ。BF-110 へ乗り換えたレントだったが、後部座席での無線試験飛行意手が見つかっていなかった。しかし、1939年8月14日に上等兵、バルター・クービッシュと巡り合い、初めて M8R に他の人間を置くことになる。1939年8月25日に、 第二次世界大戦の助曲が奏でられ始めると、第76駆逐航空団は、ブローツワフの南東にあるオラバを空域として配備された。1939年9月1日、ドイツ軍がポーランド国境を越え、第二次世界大戦が始まった。金曜日の4時45分のことである。ヘルム・トレントは、BF-110 に乗り、オラバから飛んだ。クラックフへ爆撃に、 向こう HE111 の孤装をするためだ。対戦の始まる1分前だった。ドイツのポーランド進行計画は、コードネーム、ケースホワイトホールバイスで表されていた。この作戦は北、西、南の3方向から同時に、ポーランドへ攻勢を仕掛けるもので、1939年9月1日の早朝に開始された。この日の朝、 ヘルムート・レントと無戦手でありいてのクービッシュは爆撃機 HE111 の編隊を護送していた。HE111 を擁する第4爆撃航空団は陸軍が南方から侵入するのを支援するためクラクフに攻撃を仕掛けていた。同日2日16時30分、進行から2日目にレントはウッチへと飛んだ。彼はそこで P11 を撃墜し、 最初のスコアを上げたと主張している。ほどなく、方面作戦での BF-110 の役割は、爆撃機の故送から、地上攻撃へと切り替えられた。ポーランド空軍が、ほぼ壊滅したからである。レントと、クービッシュは、9月5日に、地上の総エンジン単容機を、9日にはまた別の P-24 を破壊した。1939年9月12日、レントの機は、 ポーランドの戦闘機から攻撃を受け、右エンジンに被弾した。レントはそのままドイツ戦線の後方に強制着陸している。彼はこの作戦で5つを超えるミッションに加わり、また1問の対空砲を破壊している。9月21日にレントは最初の2級鉄十事傷を受けた。第76駆逐航空団はフランスとイギリスから国境西側を守るため、 9月29日にシュトットガルトへ配置された。英仏両国は9月3日からドイツの交戦国となっている。10月の初めから12月の半ばまで第76駆逐航空団はシュトットガルトとルールの複数の飛行場から戦闘機を出撃させている。12月16日にはイェファーに再配置された。対戦初期の1ヶ月間イギリス空軍は主として ドイツ湾の敵軍船への爆撃に重点を置いていた。1939年12月18日、イギリス空軍はビルヘルムスハーフェンの港湾へ激しい爆撃を加えた。ヘルゴラントバイト海戦として知られる戦いの一つである。ノーフォークで24機のビッカースウェディントンが3つの中隊から組み式され、ヘルゴラント半島へと向かった。2機が 危機器の不調により飛行を中止したが、残る22機は攻撃を続行し、東フリースラント諸島のフレーヤレーダーに捕らえられている。ヘルムト・レントは爆撃機を迎え撃ち、抗戦することを命じられた。レントは3機のウェリントンを撃墜したと主張していて、そのうち2機は後に確認されている。どちらも第37飛行隊の所属であり、防風部の浅瀬に墜落している。 幼地の砂丘に落ちていた機体がレントの主張する三期目である可能性が高い。北海での戦闘機パイロットとしてのレントの活躍は彼をちょっとした国家の英雄にした。ヘルゴラントでのこれらの異様はドイツでプロパガンダを作る人間にとっては良い知らせであったのだ。彼にファンからの手紙が集まるのも当然のことだった。送り主の多くは若い少女や女性で、 その中にはエリザベス・ピーターセンもいた。レントは彼女からの手紙に返事を書き、二人はハンブルクのホテルで密会した。1940年2月には、レントに撃墜されたグロスターグラディエーター1940年8月8日、第76駆逐航空団の発揮が中隊長ベルナー・ハンセンの指揮のもとノルウェー進行の準備段階として、イエファーから、 シリト島のベーザーランドに展開された。ドイツの計画はアンフィビウスアタックと呼ばれるノルウェーの首都オスロと南北6カ所の主な港湾都市へ攻撃を仕掛けるものだった。同時にオスロのホルネブを確保するため輸送基五52がパラシュート部隊を投下した。飛行場を抑えるためにパラシュート部隊が投下された20分後にはさらに追加の 150人が到着する予定になっていた。第76駆逐航空団はその両面を支援した。8時45分のフォルネブへのパラシュート投下と同時刻になるよう、8機の BF-110 が朝7時に出撃した。ベーザーランドからフォルネブまでの距離は、これが片道の作戦であることを意味した。BF-110 は往復するだけの燃料を積むことができず、 飛行場を奪った上でホルネブに着陸しなければならなかったのだ。その日の朝早くホルネブへと向かったレントはノルウェーのグロスターグラディエーターと交戦し、これを撃墜した。パラシュート部隊を輸送するジュ52が激しい攻撃を受けながら飛行する一方で、レンツのロッテも敵の地上部隊を相手にしていた。レンツの右エンジンが被弾し、すぐに着陸しなければならなくなった。 可動式の機関銃を抱えたクービッシュと共に、ノルウェーの地上戦力と条件付け降伏の交渉をしている間に、飛行場はドイツのものになっていた。同日の18時50分、レントとその中隊長、ベルナーハンセンは、無傷の BF-110 で再び、ホルネブから出動した。40分のフライト中に、イギリス空軍、第210飛行隊のショートサンダーランドと交戦した。 互いに打ち合い、ハンセンは一冊を認められている。ヘルム・トレントは1940年5月13日に級鉄十字章を受け、その後トロンハイムへ移った。イギリス空軍第263飛行隊のグロスターグラディエーターを撃墜したのがノルウェー作戦における2期目だトレントは主張している。1940年6月2日に彼とその領機テーネスは それぞれ一機ずつグラディエーターを撃墜したと証言している。5時間46分に及ぶフライトでの彼らの敵は、やはり第263飛行隊の戦闘機だった。さらに彼は7機目として、ブリストレブレニムを挙げている。1940年7月1日に、レントは注意に昇格した。ヘルムト・レントは、ブリテンの戦いには短期間しか加わっていない。 8月15日に第76駆逐航空団から21機の BF-110 がヨークシャーとニューカッスルへと向かう爆撃機 HE-111 の護装のため出撃した。第76駆逐航空団が7機を失った。このミッションはヘルム・ートレントにとって98回目に当たる。また彼の同団での最後のミッションであった。1940年6月頃には ドイツ領空へのイギリス空軍爆撃コマンドの侵入は、感化できない回数になっており、ヘルマン・ゲーリングが、夜間戦闘部隊の組織を支持することになる。設立を命じられた将校は、第一駆逐航空団大隊長、ウォルフガング・フラックであった。夜間戦闘部隊はその主軸に、既存の隊を割り当てることで急速に整備された。1940年10月までに第一、 夜間戦闘航空団は三つの大隊を持ったが、第二、第三の夜間戦闘部隊は未だ組織中だった。この頃は、ヘルムート・レントが夜間戦闘部隊に配属されることに不満を持っていた時期であった。8月の終わりには、今夜間戦闘に転属になるところだ。全く気乗りがしない。すぐにでも、イギリスへ向かうんだろうけれど、とレントは書いている。 ドイツ南西のインゴルシュタット・デレントは夜間戦闘訓練を終了した。新たに創設された第1夜間戦闘航空団第6飛行中隊長に任じられたのは1940年10月1日である。中隊はオランダのアーネムから北へ13キロほどのところにあるデーレン空軍基地を本拠とした。1941年5月11日の夜、レントは イギリス空軍第40飛行中隊に所属する2機のウェリントン IC 爆撃機を夜間撃墜したと主張している。ハンブルクでのミッションだった。BLH は1時40分にスーダーシュタペルで、BLZ は2時49分にノルトシュトランドで撃ち落とされたのだ。1942年6月21日フランス、軍機に飾られた壇上に立つ。 夜間戦闘機部隊の後位勲章士官たち。ヘルムートレント隊員、左端は夜間戦闘司令官、ヨーゼフ・カムフーバー空軍中将。1941年7月1日、彼はオランダ領レーワルデンに基地を持つ第一夜間戦闘航空団第四飛行中隊の指揮を取った。そこはアーネムから機体161キロにあるフリースラント沿岸にあった。 いわゆるドイツ湾であり、その立地から中隊は北海沿岸を警戒飛行し、また、ルフトバフェが恐怖の攻撃と呼んでいたイギリスを、主もとした連合国側の夜間爆撃ミッションを防ぐこともできた。終戦まで、レントンの中隊は、ドイツ空軍で最も優秀な夜間戦闘部隊であり続けた。他の隊員には、ヘルムート・ボルタースドルフ中尉、ルドウィク・ベッカー商尉。 エグモントツール・リッペ・バイセンフェルト少尉、レオポルド・フェレール、ポール・ギルドナー・チューイ、ジーク・フリード・ネー5長がいた。1941年8月30日、レントは24機の撃墜により、騎士鉄十字勲章を得た。1941年11月1日、レントは新たに組織された第二夜間戦闘航空団、第二大隊の大意識を取る。 大隊長として初めての撃墜は彼のスコアを20に伸ばした。11月7日から8日かけての夜のことであり、それは彼にとって1941年最後の数字でもあった。ベルリンへ向かっていたウェリントン 1C が彼によってアックラム近郊で撃墜されたのだ。ニュージーランド空軍の6名の乗員が戦闘で命を落とした。この戦績によって ベアマハトレポートで個人名が挙げられることは名誉であり、当人の軍務記録にも栄誉及び勲章という項に、その事実が記載された。白洋、剣、ダイヤモンド付け岸鉄十字勲章1942年1月1日、彼は大尉へ昇進する。日を置いて6月6日には、白洋付け岸鉄十字勲章を受ける。これは、彼の撃墜数が44期に上ったことによる。 受訓は6月28日と29日に相当大本営で行われた。当日には彼の夜間撃墜数は39になっていた。1942年の終わりまでにレントは56機を撃墜し、ドイツ空軍や艦戦闘部隊のトップエースとなっていた。1943年1月1日をもって少佐に昇格し、8月11日には、 第3夜間戦闘航空団長に任じられた。撃墜数が73となって後、レントは、白洋、剣付き私鉄十字勲章を受けた。またこれは8月4日に、テレビ放映もされている。勲章への件は、ラステンブルクの総統大本営で授与された。1944年1月、レントは、一晩のうちに3期の、いわゆる、 10爆撃機に当たる4機のエンジンを備えた戦略爆撃機を撃墜する。しかし彼の乗る機体も反撃を受けて損壊があり、強制着陸を余儀なくされた。また1944年3月22日の夜の戦闘では、わずか22発の弾丸しか使用せずに2機の爆撃機を撃ち落とし、6月15日には7分間で57発。 だけの射撃で3機のアブロランカスターを撃墜している。中佐へと昇格したレントは、白洋、剣、ダイヤモンド付き私鉄十字勲章を受けた。検証済みの撃墜数110に対するものであり、夜間戦闘においての受勲は、レントの他にハインツ・ボルフガング・シュナウファーしかいない。ドイツの士官は皆、結婚に、当局の許可が必要だった。それは、 官僚的な建前に過ぎないとされていたが、レントが、リザベス・ピーターセンとの結婚を決めた時の事情は、複雑だった。エリザベス・ピーターセン、本名、エレーナ・セノコスニコワは、1914年4月に、モスクワで生まれた。彼女はその身元が暴かれることを恐れていたし、第三帝国にはほとんど、ロシア人がいなかった。その背景と、 人種的な出自に完璧な調査がなされ、1941年3月にはドイツ市民権が与えられた。同年9月10日に二人はハンブルクで結婚し、二人の娘を持った。次女はレントが不運な事故を起こした後に生まれた。告白協会の成員だったヘルムートの二人の兄はナチスにとって問題があった。マーティン・ニーメラー牧師によって導かれていた告白協会は、 帝国がドイツにあるプロテスタントの教会をナチス化しようとしていることへ、カくなに反発していたのだ。特に、アーリアンパラグラフによって具現化された国家社会主義の原理には強く反対する立場であった。バーメン宣言を通じて、国白教会は国家によるドイツ福音主義教会を悼んだと弾劾した。国白教会に加わっていたアニ・ベルナーレントは、 ハンナチスのクムを述べたことで1937年に最初の逮捕をされた。1942年6月にはもう一人の兄、ヨアキムが説教団で、いわゆるメルダースの手紙を読んだことでゲシタっぽに逮捕されている。メルダースの手紙とは、イギリスのブラックプロパガンダ機関、政治戦争本部の指導的立場にいたセフトン、デルマーによって作り出された宣伝材料であった。 このメルダースによって書かれた手紙は、彼の人生において、キリスト教外科に大きな存在であったかを証言しているだけのように見えるが、そこには国家社会主義政党への忠誠よりも信仰を重んじるという願意があった。レントの国葬で演説するゲーリングと直立する六名の、士官1944年10月5日、レントは 188G-6D5AA に乗り、下でから、 パーダーボールンへと飛んだ。4名の乗員には長年にわたり、無線手を務めたクービッシュもいた。レントは、第1夜間戦闘航空団長、ハンス・ヨアキム・ジャブスを訪ね、作戦について議論することになっていた。着陸体制中に、18、18の左エンジンが作動しなくなり、翼が傾いた。レントは機体を安定させることができず、そのままだか電圧ケーブルに衝突し、 不時着した。4名は、瀕死の重体ながら、生きたまま救出された。クービッシュともう一人はその日のうちに亡くなった。翌朝にはもう一人が亡くなり、その次の日には、レント本人も息を引き取った。1944年10月7日だった。ヘルムートレントの国葬は10月11日に、相当官邸で取り行われた。 ヘルマン・ゲーリング元帥が敬礼したレントの棺には、第三帝国の軍旗がまとわせられていた。鉄兜をかぶった6名の士官たちが、棺をケーソ算へと伴い、式典の間、名誉の守護者、ガードオブオーナーとして直立していた。1944年10月12日、レントと3人の上院には、下での戦没者墓地に一つの墓碑が用意され、そこに埋葬された。 1964年7月18日、ドイツ陸軍航空隊ローテンブルク基地が彼の名誉を称えてレントバラックと改名された。1966年7月18日、サザビーのオークションではヘルム・ートレントの勲章が多数オークションに出された。それらはある匿名の入札者がまとめて500ポンドで落札した。 購入したのは、前戦闘航空兵装艦であった、アドルフ・ガーランドであった。勲章を売りに出したのは、ヘルム・トレントの長女であり、母親とも相談した上のことだった。手術費用を早急に捻出する必要があった。ドイツ国防省はそれらのコレクションを、ラシュタットの戦士博物館へ寄贈している。ありがとうございます。